はい、どうもバンコクの T2 です。エアガンコレクションシリーズっていうことでね、やってるんですけど、今回はノンジャパニーズの方に、日本語の練習も兼ねてちょっと日本語で、言ってみたいと思います。で、今回の銃はこれです。さあ何でしょう。名前分かる人いますか。そうです、ワルサー PPK っていうモデルですね。これはね、去年去年の1月か2月ぐらいに買ったやつだからまだ覚えてます。これはね、ウマレックスっていうドイツのエアガンメーカーが作ってるやつですね、ちなみに PPK って何の略か分かりますか。まあ詳しい人はよく知ってるだろうけど、PP っていうのはポリスピストル、ドイツ語でね、ちょっとなんで発音するのよくわかんないんだけど、ポリソロピストーレみたいな感じだと思うんだけど、まあ、とにかくもともと警察、ドイツ警察の依頼で作った小型拳銃で、だからポリスピストル、ピエトレピストーレみたいな、に K っていうのは2つ説があって、1つは刑事もなんかちょっとドイツ語では分かんないんだけど、 K なんとかって言うんですよ。でその K っていう意味もあるし、あと短いっていう意味、ドイツ語でこれもやっぱり毛なんとかで始まる K で PPK っていう名前、らしいです。勉強になりましたか。ならねえよなこんなのな。でなおかつ、PPK にもいろんなバージョンがあった。あと有名なのがジェームス・ボンド007のジェームス・ボンドが使っていて有名になったのと、とにかくね、小ささがポイントというか、まあ可愛い、まあ可愛いって銃が可愛いっていうのもなんかちょっと変な表現になっちゃうかもしれないけど、まあ、だってこれも僕の顔より全然小さいし、まあ僕の顔がでかいのかもしれないですけど、ね、ちっさい銃だし、こうやってアップでするから大きく見えるけど、もう本当にちっちゃい、もう手に隠れちゃうよね。これも非常に小さい銃です。で、なんだっけ、PPK にもいろんなタイプがあって、昔はドイツで作ったこの PPK をアメリカとかに輸出してたらしいんだけど、1960何年かにやっぱ小型銃ってこういろんなところにこう隠して持って持ち運びやすいじゃないですか。でそれ もこう隠し持ってるのが危ないっていうんで、アメリカのその銃刀法が改正されて、そういうある一定以上の大きさがない、まあ、小型銃は規制でも輸入しないさせないというなんか法律ができて、で、それに対抗するためにちょっとサイズを変えたりして、ちょっと大きめにして、このグリップのところ
を大きくしたり、あとこのまあなんていうのかな、この幅とかをちょっとこう長くしたり大きくしたりして、規制もクリアするようになったと。でそのやつは PPKS っていうらしいんですね。でこれは PPKS っていう PPK スラッシュ S っていうやつで、だからこれは きっとあのそのアメリカで作られたものをベースに作ったまあレプリカっていうか、これも CO2 ガス銃なんですけど、アメリカのその規制に合わせて作ったやつのレプリカだというふうにウィキペディアに書いてありました。はい、ということで、今日は今日このワルサー PPK スラッシュ S について、ちょっと紹介していきたいなと思っています。それでは、ご覧ください。では PPK の詳細をねちょっと見ていきたいと思いますね。でまずまあ小さいっていうのがね一番の特徴なんだけど、今測ったらだいたい全長、一番長いところで全長が 15.5 センチぐらいですね。これだけじゃちょっとイメージが湧かないと思うんで、ルービックキューブと比較すると、まあルービックキューブ2つ分ぐらいかな、1個2個あったら埋まっちゃうでしょう多分ね。これルービックキューブがまあ半分ぐらい、半分じゃないか、半分ちょっとか、3つはいかないけど、まあルービックキューブ 2.5 個分ちゅうとこですね。で、ちょっと近づけてね見ると、このボタンを押しながら、ここを引くと、まあこうマガジンが出てきた、ここに弾が、金属の弾なんですけど、こういうね金属の弾なんですけど、4.5 ミリで重さが 0.35 グラムの金属 BB 弾をこの中に10発か11発ぐらいだったかな、入れるとね。でこれもやっぱり、あ、ごめんなさい、これもねここを外して、ここが、このグリップの中がね炭酸ガスを入れるところになってて、でここに炭酸ガスを入れて閉めて、で、この部分のネジをねこうグッとこう締めてあげれば、ガスが入って、発射可能状態になると。でさっき、PPK か PPKS かっていうちょっと話があったんですけど、これねちょっとうまく光の関係でうまくちょっと映るか分かんないんだけど、近寄ってね、ちょっと見てみたいと思うんですけど、ね、
ちょっと変か。光が良くないですね。光の角度がね。悪さのロゴが、これは見えるかな。悪さ。のロゴが入っていて、ここがまた光の角度なんだけど、見えるかな？あ、見えた。悪さで、PPKS ね。PPKS ってことは、これアメリカで作られたモデルっていうことですね。キャリバーは 7.6 号っていう刻印が入ってるけど、まあ本当は 4.5 ミリの BB 弾です。刻印だけね。ワルサー PPKS、 はい。でこれ安全スイッチは本当ここにあるんだけど、これはただの飾りで全然動きません。単なる飾りですね。本当のセーフティーロックはこっちになってて、こっちが本物の実際に稼働する、こっちにすると、ハンマーを引いても、はい、反応しないというね、打てないっていう安全装置になってて、でこれをまあ外せば、これを外せば、まあ打てるっていうね。はいはい、という感じで打っていますね。ちゃんとね、ちょっと刺した状態で。ここにしてね、はい、これがワルサー PPK の、まあ、外観というかね、いうところです。はい、それじゃあちょっとあの実写テストの方に行きましょう。はい、それじゃあ、いつもの通り、まず弾速測定からねやっていきたいと思います。それでは一発目、121.4メーターパーセカンド、2.57 ジュール、4.5 ミリの玉で 0.35 グラムですね。はい、ですね、2.357 ジュール、はい、ということで 2.5 以上の銃がありました。それでは次に射撃精度の方ね、ちょっと確認に移ってみたいと思います。はい、じゃあこれからね、いつものようによし、射的性能をチェックしてみたいと思います。また距離はね、5メートルぐらい離れてますけどね。
られるんだよな。15発終わりました。では見てみましょう。はい、一応ね、最終結果っていうことでね、表ターゲットの方は、こういう結果になったんですけど、またまたねちょっとね、まあ不本意というか、まあ、結局なんだ、このセンターをもちろん狙ったんだけど、まあちょっとね、照準の合わせ方がちょっと忘れちゃってんのかな。みんな上に行っていて、まあほぼここに集まってますね、ほぼほぼ。まあ一部こうちょっとこうばらけてるのも、まあ、この周囲、直径4センチメーター、半径2センチ、ここの中に来てます。まあ本来ここを狙ってるんだけど、まあちょっとずれちゃってるというね、上にね。とりあえずこれだけのところにまあ集まってるから、まあ、集団性という意味ではまあとりあえずOK と、いうことですかね。あとね、まあとにかくね、穴が小さい。なんかこう針で、なんかこうついたようなね、まるでこうもう本当に小さい。です。はい。はい。まあこれが一応ワルサー PPKS の射撃性能ということで、はい。本物じゃないですからね。CO2 ガスガンですからこんなもんです。はい。はい。ということで、いかがだったでしょうか。まあそんなに驚くような銃じゃないんで、まあ小さいこの、まあちょっと銃に似つかわしくない言葉ですけど、まあ可愛らしさが特徴の銃なんで、ね、まだね、だからといって使い方を間違えるとね、また怪我をしたり事故になったりするので、ちゃんとね、その辺を注意してね、使うようにしたいなというふうに思います。はい、はい、ということで、このビデオがいいなと思われた方はぜひ、チャンネル登録と、高評価ボタンと通知ベルで、通知ベルも通知ベルをクリックして、全て通知すると、まあいろいろあるんだけど、できたらば、まあ、全て通知するっていうやつを選んでいただけると、毎回上げるたびにうるせえなって思うかもしれないんだけど、通知がいくようになるんで、全てってやつを選んでいただけると、通知が必ず行くんで、まあ見逃しがないのかなと。そんな今度どうでもいいよって言わないで、ぜひこれからも応援してください。お願いします。はい、というわけで、
とあのろれつが回らないんですけど、日曜日なんでちょっと頭がちょっとお休み中なのかもしれないです。はい、ということで、ちょっとダラダラになっちゃいましたけど、はい、今日は日曜日なんで、ダラダラ気分ですいません。以上で終わりたいと思います。それではまた、次回までお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。